大学通信教育は、大学が行う通信教育のことである。本校では、主に日本における制度について述べる。また、日本の大学については、本校では、短期大学、大学院、専門職大学院、専門職大学、専門職短期大学を含む。日本においては、大学通信教育とは、学校教育法に定められた。 通学の過程と同等の過程であり、学位が授与される正規の過程で行われる教育を指す。一般的には通信制大学と呼称される。2021年時点では私立大学でのみ行われている。大学によっては生涯学習講座やオープンスクール等の正規の過程以外の講座や教育が行われている場合もあるが、これらは 学校教育法に定める大学通信教育には含まれない。同様に社会教育法に基づく認定社会通信教育を行っている大学もあるが、これも大学通信教育とは異なる。大学通信教育は主に印刷教材等による授業と面接授業によって行われることが多く、単位習得試験などの審査に合格することで単位を習得する。 単位修得試験は同じ大学の通学課程に比べて難易度が高いことが多い。長い歴史を持つ郵送手段を用いた大学通信教育課程は社会人の場合は仕事との折り合いをつけ面接授業に出向く必要があるなどハードルが高く時間の自由度の高い学生の場合でも卒業後の就職サポートが存在しないなどの点があった。しかし、 通信教育課程の学生に対しても就職サポートを行う大学が現れ2010年代に入りブロードバンドインターネット接続が急速に普及してきたことにより面接授業のほかにメディア授業を行う大学が増加を続けるなどの変化が起きている大学独自の SNS を開設し通信教育の課題であった友人を作ることの難しさに伴う孤独による 学習意欲の低下の緩和を図っている大学もある。学べる分野は、主に文科系の領域であるが、文科系以外の領域も徐々に学べるようになってきている。また大学によっては、一定の単位を取得し、通学過程へ編入するための試験を受けることができる。入学者専攻については、大学や短期大学では、出願時の書類により行われることがほとんどであり、 入学試験が行われることは少ない。ただし、小論文や志望理由書等の提出を必要としそれらも含めて専攻する学校もあり、より少数ではあるものの面接試験が行われる場合もある。結果として、入学資格さえ整えば合格できる場合が少なくはないが、早稲田大学人間科学部 e スクールのように、例年合格者数が限られる大学もある。 また大学院の家庭では、専門科目の筆記試験、実技試験をはじめ、研究計画書の提出を通じた選考及び面接試験が行われることがほとんどである。修行年限以上在学した上で、規定数以上の単位を習得すると、教授会の選考を経て卒業が決定される。大学や短期大学では、卒業論文や卒業政策が卒業の要件となっている学校は、 通学の過程に比べ少ないが、大学院のほとんどなどを含め必修の場合はそれらの合格も必要である。卒業が決定されると、当該大学の卒業生として学位を取得できる。通学の過程に比べると卒業率、修了率はかなり低いが、学校により大きく差がある。また、社会人等で修学に費やせる時間が限られる学生が多いこともあり、 修行年限を超えて卒業する学生の割合も、通学の過程に比べると非常に多い。最長在学年限については、通学の過程と同様に大学で、最長8年の学校もあるが、最長12年の学校も多く、長期間の在学を認めている学校も少なくない。もっとも、最長在学年限を超えて、卒業に至らなかった場合は助籍となるものの、 同一の学校の同一の家庭に再度入学した際に助籍時点で習得していた単位や就学年数をそのまま認定する再入学という制度を設けている学校が大半でより長期間にわたり就学し卒業を目指すことは可能である。日本において大学通信教育の講師とみなされているのは明治期に各学校によって設けられた公外性制度である。この制度は 実際に行われた講義の内容を講義力として編纂し、観光するというものであり、今日の大学通信教育課程のように、スクーリングや試験によって単位や卒業が認定されるものではなく、その意味で双方向的ではなくいわば知識の伝授という一方的な性格のものであった。現在のような形態の大学通信教育は、1947年4月施行の 学校教育法によって制度化されたものである。当時は、同法専修学校第45条、高等学校は通信による教育を行うことができる。との定めを第70条により、大学にも準用すると定められていたのみで、法令では詳しい基準は定められていなかった。ただし同年には、大学基準協会が自主的な基準として、 大学通信教育基準を定め、その後1950年以降に、大学の正規の過程として、大学通信教育が認可される際は、この大学通信教育基準にのっとって課程が、編成され実施されることになる。1947年10月には、学校教育法施行後初めて法政大学で、大学通信教育の課程が開校した。1948年には、 法政大学、慶応義塾大学において初めて大学通信教育課程のスクーリングが行われている。これらはあくまでも社会通信教育的な性格のもので大学の正規の課程としては認められていなかったが、1950年3月に正規の大学教育課程として認可された。1952年には法政大学、 慶応義塾大学から初めて通信教育課程による卒業生が排出された。1955年には何は短期大学において短期大学で初めて通信の課程が認可された。以降、1960年代、1970年代と通信制の課程を新設した大学は関東地区の大学が多く、関西圏及び首都圏以外では一部の大学が 実施している他はあまりなかった。1981年にはテレビラジオ放送による教育を行う放送大学が設立された。合わせて1981年4月に大学通信教育設置基準が施行され、1982年4月に短期大学通信教育設置基準が施行された。それまで大学側の自主的な基準という形で、 制定されていた大学通信教育基準に代わり、法令による基準が定められた。ただし、その後も大学通信教育基準は、法令の各設置基準に従うよりも、具体的な自主的な基準として現存している。もっとも、1980年代は、放送大学の設立と、全国各地に学習センターが設置されたことはあった。 ものの、それ以外には新たに通信教育を行う大学の数は伸び悩んだ。しかし1990年代に入り、少子化による学校経営への影響や障害学習への意欲の高まりからか、少しずつ日本全国の大学で通信教育を開校する大学が増加した。また2000年代になってからは、ブロードバンドインターネット接続が広範囲な地域で、 利用できるようになったことに伴い、新たな試みとして、インターネットを活用し、動画、音声配信に手講義を視聴させたり、各種プログラムを演習させたりといういいラーニングによる通信教育を提供する大学が現出してきている。大学院については、通信課程は長らく認可されていなかったが、1998年3月に、大学院設置基準が改正され、 通信制大学院の開設が可能となった。1999年4月に修士の学位を授与する家庭が設置された。ついで2003年には博士の学位を授与する家庭も設置された。2003年に制度が新設された専門職大学院についても2005年4月に通信の家庭のみを置くビジネスブレイクスルー大学院大学が設置された。 2018年に新設された専門職大学、専門職短期大学についても法令上通信の過程を置くことができるが、2021年時点では通信の過程を設置した学校はない。日本における大学通信教育が行われている学問領域は郵便による通信添削により学習成果の評価が可能である教養学、経済学、経営学、 小学、法学、文学、教育学、臨床心理学等の人文科学系、社会科学系、及び芸術学系が中心になっていた。現在では、インターネットの普及等による通信技術の進歩、大学等設置基準の緩和、各大学のカリキュラム編成の工夫等により、旧来の郵便による通信では、学習成果を評価することが困難であった。 学問領域についても適正な学習評価が可能となったことにより大学通信教育による学問領域は拡大し、情報科学、建築学、自然科学、環境学、栄養学、社会福祉学その他多様な学問領域が学べるようになっている。令和元年5月1日現在、大学、短期大学、大学院を合わせた。 大学通信教育を行う学校の数は64校、学生数は計18万4288人である。また、通信教育のみ行う学校は8校ある。出典・学校基本調査学生数は正規の家庭の学生のみ。授業の方法には次のものがあり、大学通信教育設置基準や短期、大学通信教育設置基準に定めがある。 大学は次の授業を日本国内または日本以外の国において履修させることができる。印刷授業用の教材等を日本国外に送付したり、メディア授業を日本国外で受講することを認めている大学も多いが、そういった大学でも単位認定試験やスクーリング等は日本国内のみで実施されている場合も多い。以上は 各設置基準に定められているものであるが、その他以下のようなものもある。学費は各学校により差が大きいが、一般的な私立大学の通学課程に比べると大幅に安い場合が多く、4年間で60万円から100万円程度の学校が多い。ただし、早稲田大学 e スクールは4年間の学費モデルとして460万円弱と案内しており、 通学課程と同等の学費が必要な大学もある。以下のリストは便宜上、公益財団法人私立大学通信教育協会の加盟校、非加盟校に分けているが、加盟化、非加盟化を問わず、すべて文部科学省に認可された正規の教育課程であることに注意されたい。私立大学通信教育協会では、通信教育を希望する人を対象に加盟校による、 合同入学説明会を各地で行っている。説明会では、各校の職員による相談を受けられるほか、案内資料を入手することができる。実施予定については、同協会のサイトを参照されたい。なお、私立大学通信教育協会への加盟にあたっては、学部の家庭、大学院、短期大学というように、それぞれ別個に扱われている。学生の在籍はあるものの、 新規募集を停止したものを含む、文部科学省へ通信教育課程の設置認可申請を行ったものの、不認可あるいは申請取り下げで設置に至らなかったもの。正規の課程である大学通信教育以外にも、生涯学習のニーズに応え大学の知的成果を社会に還元する目的などから、社会教育法に基づく、 社会通信教育などの各種通信教育を大学、あるいは大学設置法人の事業として実施しているものがある。これらの通信教育は大学の実施する通信教育ではあるが、学校教育法に基づく大学通信教育とは別のものである。大学通信教育の過程で要請を行っているものを除く。この他に放送大学卒業者は、 放送大学の人物一覧を参照これらの大学は実際に現地に渡航しなくても卒業は可能だが、勉学を進めるためには、それぞれの国の言語を読み書きができる程度にまでマスターしている必要がある。特に、アメリカ国内にあるアメリカンパブリック大学とウォルデン大学は、外国人学生の入学はトーフルもしくは愛律で、一定以上の点数を取る必要がある。 文章でのやりとりがほとんどのため理解できない単語や文法は辞書や文法書を引けばよい。会話が可能なまでのレベルにまでマスターしている必要はないであろう。ただ、何らかの要件で大学から自分に電話がかかってきた場合にどうするかという問題などはある。その際は英語もしくは大学のある国の言語で私は話せないのでメールをくださいと伝えるなどの 方法が考えられる。ありがとうございます。